のチャンネル。いつきです。みなとです。みんな元気？いつみのクイズ始めるよ。今日は野菜と果物の横切りの切り口について問題を出すよ。このフラッシュカードから問題を出すね。よし、頑張るにゃ。じゃあ早速始めるね。キュン。第1問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。みかんだにゃ。うんうん、みかんを赤い線で横切りした時の切り口を1から4の中から選んでね。3、2、1。1番。正解正解。みかんを横切りすると10室くらいの果実の部屋が見えるんだよ。第2問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。次の問題だよ。この果物を横切りした時の切り口はどれでしょう。3、2、1。3番。正解正解。キウイを横切りすると種がたくさん入ってるのがわかるね。第3問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。次はこの穀物だね。うん、どれかにゃ。3、2、1。2番。正解正解。トウモロコシは真ん中に白い軸が見えるのが特徴だね。第4問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。次の野菜だにゃ。どれかわかるかな。3、2、1。4番。正解正解。ピーマンを横切りすると空っぽの3つの部屋が見えるよ。第5問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。この野菜はどこを食べるかを考えると分かりやすいよ。3、2、1。3番。正解正解。玉ねぎを横切りすると葉っぱがたくさん重なっているのがよく分かるね。第6問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。次はこの果物だよ。おいしそうだにゃ。3、2、1。1番。正解正解。桃は真ん中に大きな角が入っているよ。3番の縦切りとの違いを覚えようね。第7問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。さあ、次の野菜はわかるかな。どこで育つ野菜かも考えたらいいね。3、2、1。3番。残念。レンコンは泥の中でも空気をもらうために穴がたくさん開いているんだよ。第8問。野菜や果物の切り口はどれかを答えてね。
これが最後の問題だよ。3、2、1。4番。正解正解。オクラは五角形で中に5つの部屋があるんだよ。これでいつみなクイズ終了です。みんな頑張ったね。面白い切り口がいっぱいあったにゃ。そうだね、今回は横に切った切り口だけど、次のいつみなクイズでは縦に切った切り口について問題を出すよ。楽しみだにゃ。同じ野菜や果物でも横切りと縦切りで全然違うものもあるんだよ。フラッシュカードを見て勉強しておきにゃ。じゃあまたね。ヒューン。チャンネル登録、TikTok 登録よろしくお願いします。お願いします。